です。本日のお話は親と同居したくない伝えるタイミングはというお話をしていこうと思います今日は婚活に関してよくある質問でいくつか似たような質問をいただいているのでそのうちの一つをピックアップしてお答えしていこうかなという風うに思っておりますまず質問からね読んでみますね婚活パーティーで 知り合った男性とお付き合いをして3ヶ月経ちます私の結婚相手に求める条件の一つが親と同居しないということです私たちは結婚前提に付き合い始めたのですが同居しないということについて彼に意思を確認しておきたいのですがどのタイミングで話を切り出すべきかわかりません 現段階でプロポーズをされていないのに結婚を前提とした話をするのも気が引けますかといってプロポーズされてから親とは同居しなくていいよねっていうのも遅い気がしています皆さん結婚や将来に関する話はどの段階でしているのでしょうかアドバイスをいただければ幸いですということですはいこの問いの この方の相談ですねは、えっとまあ、同居はできないんですよっていう話を彼といつしたらいいかっていうことですよね。これは婚活パーティーで知り合っていて、結婚前提にしたお付き合いをしているわけですよね。とするならば、基本もう話し始めてもいい頃なんじゃないかなというふうに思います。3ヶ月経ってるわけですからね。 まあ、ある程度このコミュニケーション取れやすくはなってると思うんですね。でこれがあの普通恋愛からのスタートで、えー、と結婚前提とかいう話じゃなかった場合はちょっと違ってくるかもしれないんですけどもう結婚前提で付き合ってる2人っていうことで言うならば3ヶ月お付き合いしてるんだったらもうそういう話をするべきしてもいい時期かなって思うんですよ。 であの、やっぱり結婚前提というお付き合いなんだったら初期段階でね割とそういう条件的な話はちょっとずつね出していかれた方がいいかなと思うんですねでまあその話の聞き方あの言い方ですけど、まあ、いきなりね私同居できませんからみたいなそういう言い方もちょっとどうかなと思うのでまずはさ彼がどう思ってるかっていうのを話聞いてみたらいいんちゃいます まあ、例えばですけどこれ答えて1つじゃないので例えを言うと、まあ、例えばデートしてるときとかにね「ねえねえねえ」みたいなちょっと聞きたいねんけどみたいなもしさあって私たちが一緒に、ね、住むとしたらさどんな家に住みたいとかねそういう話からしていく実際そうじゃないですか2人がもし結婚するんだったらじゃあどこ住むっていう話は結局はしなくちゃいけないでしょ、まあ、ち地区的なことどこの地区に住むとかでもいいし それも聞いいきたいこととの一つだと思うんですね例えば会社がどこそこにあって私の会社はこっちにあってどっちの会社に近いところに住むとかねそういうのもあるだろうし、まあ、そういう場所的なこともそうだしあとはどんな家に住むみたいな,なんか何部屋ある家がいいとか、まあ、マンションがいいとかちょっと無理してでも一戸建て買いたいとかいろんな理想がお互い違うと思うんですね。 そういうことも話をやっぱり詰めていかないといけないと思うしそういう話もしていく私はマンションがいいと思ってるんだけどあなたはどういう家がいいと思うとかさそういうのも話をしてそういうの普段のデートから話していったらいいと思うんですよでねそうやって家の話をするわけじゃないですかそうそうそこであの2人で住むっていう前提の話で進んでいくとするならばそれは 彼の中でもじゃあとりあえず二人で住むっていう風なまな、あ、心づもりなのかなっていう風にまあ見て取れると思いますしまあ、確認ある意味ちょっとできますよねでも例えば彼がもしかしていや親と同居やでっていう前提の考えの人だとしたらその家を選ぶっていう話になった時もいや親がこうこうこう言ってるからここが俺はいいと思うとかっていうことも言ってくるだろうしそこでまあ 軽く確認はできますよねでもまあ軽くなので、あのー、もうちょっとそこは詰めていかないと本当のところはわからないとは思うんですね、うん、かその時にあの2人で進む前提進んでいったらそのまま、まあえー、と話を詰めていけばいいんだけど、うん、もしかしたら人によっては同居前提の話をしてくるかもしれないからその時は彼とあなたの中でじゃあその彼は同居をしたい。 あなたは同居したくない。としたらそこをちょっと調整していかないといけないですね。まああの交渉っていうんですかね。私はこうこうこういう理由だからあのご両親と同居するのはちょっとごめんやけど無理やねみたいな。で彼がなんで同居をしたがっているのかっていうのも聞かなきゃいけないし、でえっと猶予はあるのかとかね。例えばじゃあ最初は同居しなくてもいいけどいずれは同居するようにするっていう方法。 もありかもしれないしそこは本当に交渉だと思うんですよただねまあ一つちょっと注意点としてよくあるパターンとして言うならばこの方がもし長男長男さんだった場合はえっと一時的にはじゃあ同居はしなくていいよってことにはなったとしても将来的には、うん、と同居しなきゃいけない可能性は大いにあるわけですよねやっぱり例えばご両親がご病気になられたりとかしたときに あのだいたいやっぱり長男の人ってね長男の存在存在っていうのかな長男で生まれてる男性っていうのはほとんどのほ,ほとんどの場合その親の面倒は自分で見自分が見ようっていうふうに思ってる人がほとんどです親の面倒俺知らんでとかいう男の人私は出会ったことがないやっぱりそれはあの子供の頃から長男 として育てられてるっていうのも大きいと思うんですけどやっぱり日本のこの家,家庭制度っていうか家族の考え方として長男っていうのはなんかちょっと特別な存在であの家をま背負って立つみたいな立ち位置なんですねだからそういうふうに考えてる人が断然多いからもしこの方の相手側の方が長男なんだったらそこまでもあなたが考えて答えを出しとかないといけない だから一時的には、まあ、今は親も元気やからじゃあ2人で住もうかってなるかもしれないけどゆくゆくはもしか倒れたりとかして、まあ、面倒見なきゃいけないとかいうことになった時に長男の嫁なわけでしょってなったら面倒見なきゃいけないっていうことも踏まえてそれでもこの人と結婚したいのかどうなのかっていうところは自分の中で答えを出さなきゃいけない話になります。だから まあこの方が自分は同居するのは無理っていうのを主張するのはいいけど最悪そういう可能性もちゃんともうは鼻から考えておかないといけないんじゃないかなっていう,うに思いますね。でまあ結局この方どのタイミングでこの話したらいいですかって気にしてるわけですけど、まあ、結婚前提でっていうことでスタートした2人ですからもうそろそろ話詰めていきませんかっていう感じですよね。 でまあタイミングというよりも,もう結婚前提っていう話で2人が進んでいってるんだったら割と早い時期に一緒に住んだらどんな暮らしがしたいかっていう話を、ね、ずっとしていくべきだなと思っていていっぱい質問あると思うんですよいっぱいその調整しなあかんとこっていっぱいあってね例えばさっき言った、まあ、どんな家に住みたいかっていう考えもきっと彼とあのー。 ね、この相談している方違ううと思うやっぱり女性と男性ってそこも価値観違う場合が多いから違うからダメっていうことじゃなくて違うんだったらそこをどう調整していくかってことですねお互いの主張をしてであの落としどころを見つけていかなきゃいけないとかあるいはその家のこともそうだけど生活スタイルだって違うわけですよねそこもすり合わせていかなきゃいけないんですよもっとだからこれがなんかただの恋愛 恋活でた,のただ楽しい楽しく恋愛できる相手っていう立ち位置だったらそこまでする必要全然なくてただ何か会ってたら楽しければいいねだけど結婚も踏まえたお付き合いなのであれば割と最初の段階からそういう話をしていくことっていうのは大事かなというふうに思いますまあ例えばほんま細かいことを言うならば ライイフスタイルっていうかそういううううかそのも違うはずなんですよ今まで何十年と、まあ、別のところで生きてきた人たちなわけでしょそしたら生き方の細かいところが絶対違うはずそこをちょっと話していくっていうかデートのたびにねちょっとずつよいきなりなんか尋問みたいにその話ばっかりしたらしんどいからちょいちょいね入れていく。 例えばさ、ほんと細かい話やけど朝型人間なのか夜型人間なのかだって違うと思うんですねなんか例えば私は結構夜型なんですよでも朝早い人とかちょっと無理みたいなところがあってもしもう付き合ってる彼が朝型だったらそれはやっぱり合わないわけですよねで合わないから無理なしとかじゃなくてじゃあ合わないところをどう調整していくかっていうお話をしなきゃいけないってわけだよね そんなんもあるし、あとは休みの日をどう,どう活用したいか休みの日に、まあ、活発にあちこち行きたいねんっていう人もいれば休みの日はもうとにかく家でじっとしておきたいっていう人もいてその2人っていうのは全然考え方が違うでしょそれをちゃんと調整していく必要がありますよねそれをもう、ね、あの付き合ってる時からしていくんですよあとは、まあ、あとよくあるのは友達を家に呼びたい話とか呼びたくない話とかみたいな。 呼びたくない派の人からすると家にもうなんか入れ替わり立ち代わり人が入ってくるのって超ストレスじゃないですか,だかそれをじゃあまあ1人は入れたくない1人はおいでおいでみたいな感じだった場合っていうのはじゃあそれをどこ,どこまでを OK とするかみたいな相談も本当はしなきゃいけない。 こうういのほとんどの方はもうなんか先に先に伸ばして今楽しかったらいいっていう感じで恋愛ウキウキやってるけどそれがいざ結婚してからそういう全然合ってないところが明るみになって揉めるんですねそれをある程度その付き合ってる時がちょっとずつお話していって調整していきませんかっていう話なんですよ、まあ、つまりね結婚前提のお付き合いをしてるなら割と早い段階からお互いの えー、ここは譲れないとかこれはこうしてほしいとかっていう大事な点をちゃんとお話をしてそして毎日の生活スタイルの自分のスタイルあるでしょそういうのを私はこうなんだけどあなたはどうってでそこがちょっとあまりにも違う場合はちょっと調整しなきゃいか,いかんよねっていう話をして2人でそれを相談して決めていくそれをしていると結婚した時ももっとスムーズかなっていうふうに思うし結婚にそのまま うんと進んでいきやすすくなりますよね彼とそういう話をすることによって調整していけばあなんかこのことこれから暮らしていけそうだなとかいけるんだな暮らしていったらこんな生活になりそうだなっていうのを彼も感じると思うのでますますその結婚がもっとあの何て言うかな現実になっていくそこをずっと話しないとそれはなんか逃げてるだけっていうかまあ、他のそういうなんかまいたえぐい話っていうかさ面倒くさい話やん。 そんな話楽しい話でもないから意見が合えへんとこすり合わすとかねだから本当は楽しい楽しいってデートしていろんなとこ遊びに楽しいおいしいどこどりしてる方が楽しいに決まってんねんけどもでも結婚っていうのはそんな甘くないからそこをちゃんと踏まえて現実的にちゃんと見た時にそういう話をしといた方がいいよっていう話ですなのでなるべく早くそういう話してください ということで本日のお話は以上になります最後までお,お聴きいただきましたありがとうございましたまた別のコーでお会いしましょう